リーガープロセスで製造された同位体分離用ノズルリーガープロセスで製造された微細構造体。リーガープロセスで製造された光スイッチ、リーガーとは高アスペクト比の微細構造を製作する微細加工である。リーガーという故障はホットリソグラフィ、電解メッキ、形成という各工程のドイツ語の頭文字に由来している。1980年代初頭に カールスルーエカク開発研究所のエルビン・ウィリー・ベッカーとボルフガング・エフェルドのチームによって、ウラン濃縮のための圧力勾配で噴出するガスの遠心力を用いる流体素子の一種である同位体分離ノズルを製造するために開発された。リーガの主な特徴リーガは、高アスペクト比の微細構造物を作成する要求に、 答える最初の主要な技術の一つである。MEMS 素子の製造において重要な役割を担う。高輝度の X 線を要するのでシンクロトロン放射光を使用する。今日では3種類の異なるリーガ技術がある。ありがとうございます。